はい、こんにちは。今年もやってまいりました、キャンパーフェスティバル2018 in 安曇野なんですけど、今年はね、軽トラキャンパーに限った話ではなくて、なんかいろんなキャンパーが集まってるのもそうなんですけど、またね、いろんな面白い人との出会いがねありまして、まあ、僕はねそっちの方がいろいろと面白かったかなって思いましたけどね。あ、そうそう、ね、有名な YouTuber の方とかも来られたりとかしてて、ケンケンさんですかね、ケンズキャンプ TV の方なんですけどね、初めてねそんな有名な人にお会いしたんでね、舞い上がっちゃってステッカーをねだりしちゃってるしねまあ今大切に保管しておりますけど、まあね、僕みたいなやさぐれたおっさんはねちょっと近寄りがたいというか、少しなんかね神々しい感じがしましたけどねいやー、まあ楽しかったですねという感じで、その後ねいろいろとブラブラと旅をして、昨日の夜帰ってきたんで、まだ全然動画をこうまとめれてないんですけど、またね実は今夜また出発しないといけないことがありましてあんまり時間がないんでね、まあちょっと予告編というかさらっと紹介しようかなと思いまして動画作っておりますと。まあ詳しくはケンズキャンプ TV のさんの方で見ていただく方が良いかと思います。まあね、僕なんかよりきちんとね取材されていると思いますのでね、まあ、僕はもういつも適当なんで全く当てになりませんよということで、そもそもなんでこれを佐久間ドロップだ、これは本物だの、斜めに削ってピンってやったらいい。その手間な。ちょっとこれぐらい。こうやる。こうやる。よし。ああ、なるほど。こうです。このポーチがいいですよね。バーナーで煽って、お湯がこっちへ回ってきて、電装のヒーターから。ほお。渡辺家族さんです。こんにちは。こんにちは。この置き場を決めてないとどんどん散らかっていくんで、そうですよね。このむき出しのなんていうかスタイルがなんかいい感じですね楽しいかいなちょっと上がらせてもらっていいですか。だいたい 7,80 キロまでは持つ予定なんで。おこれはいい、面白いアイデアですね。いや、荷物置きを外からもそうそう、できるように後ろからでちょっと出し入れしにくいんでね。うん、肉が入ってないっていう。肉入ってないですね。バンが安く、まあ、本体価格9万円とかなんですけど、はい、ホンダのステップは飛んでるから45年ぐらい2台止めるじゃない、はい、そしたらもう海がバーッと見えて、はい、でこのビールを飲みながら終わらしちゃうの、ね、今日はもうここで終わりみたいな。最高っすね。最高っすよ。だから、うん、自分はこう行きたい、うん、それを表現するツールとしてキャンパーがただあるだけで、うん、はい、という感じでダイジェスト版でお送りいたしましたけども、これはまああくまでも予告編ということで、また帰ってきてゆっくり編集してお送りいたしたいなと思っております。あとね、この旅の途中でいろいろと会った人とかキャンパーとかそういう映像も撮ってきてますんで、順次放送していきたいと思います。あとですね、以前のね僕の映像を見ていただいてる方はご存知かもしれないんですけど、薄い大師匠からまた面白いお話を伺いましたので、樽を知る茶碗なんですこれ。ほう、えというわけでちょっとね
わけわかんないと思いますけど、まあちょっとこれもまとめて映像にしようかなと思ってたりしますということで、今回はねこの辺でお別れしようと思いますけども、あ、そうそう、まあ一部の方はご存知かもしれないんですけど、今回の旅の途中にちょっとライブを試しにやってみて、結構いけるもんだなという手応えを得ましたので、まあちょっとね、あのパケットの量にもよるんですけどまたやってみようかなとか思ってます。まあね、何話していいのかよくわかんないっていうところもあるんですけど、何事もねやってみないとわからないということで、まあ、ファルコンの件もありますけどまたよろしくお願いしますということで、また来週できたらいいなと